こんばんは。今日は2回公演でした。うわ。そして何グラを決めたいと思うんですけど、何グラを何でしたっけ？お題。なんか幕が開いたら、そうなんくらをね、考えようって思って。お疲れーって、ありがとう。公演来てくれたみんなありがとうございました。楽しかった。いつもなんぐらい悩まないそう 本当にね、なんしたっけ。レイのオフショット持ってください。ムバミにじゃあいっぱい送りますね。何でしたっけ、ナングラのあのお題。なんか幕が開けてびっくりし、なんか何でしたっけ。レイ買いましたってありがとう。それも揉め取るしかないやん。そうですよ。そう、幕開いたらびっくりした。幕が開いてびっくり、それはなぜ？みたいな 大喜利ですね。どうしますか？ナングラってね、みんなと一緒に考えるやつなんですよ。だからみんなもちゃんと考えてください。 みんな任せ。 新公演の幕が開けたらお客さんがびっくり、その理由とは。どうします？どうしましょう？センターが見てな。幕が開いたら外 幕の中にも客席があった。おもろい。むずいね。ちょっとさ、恥ずかしい。これ服のさ、ヒートテックが見えてんのめっちゃ恥ずい。まだリハの最中だった。 いいやん、いいやん、いいやん、好きやわそれ。まだリハの最中。 開けんなよ。 まだリハの最中。 それにしようかな。幕の中でお弁当、幕の内弁当ってこと？誰かや、誰、誰も、誰も書いてないですか？そのリハだ、まだリハの最中だったって。かぶってないですか？かぶってなかったらそれにしようかな。今日派手なポニーテールにしてもらった。めっちゃ可愛くない？どう？派手派手。どう？誰もない。じゃあそれにします。決定。 そう、高め。皆さん、レイはチェックしてくれましたか？まだの人は早くチェックしてください。可愛かったーって。ありがとう。
今日の公演でもう次が最千秋楽だけになっちゃいました。どうしようかな。うわぁどうしようかな。レイコちゃんが来たいって横に。よいしょ。横に来たくて。でもちゃんとアクリル板。そうグータッチ。初めてやった。嬉しい。アクリル板越しのグータッチしました。レイコちゃんと。千秋楽がもう次ラスト千秋楽だけなので寂しいけど頑張ろう。昼方めっちゃおもろかったなあ。ミカのもめっちゃおもろかった。めっちゃ笑ったんやけど昼方めっちゃおもろい。服はアミワルにと、そうアミワルのブランドのみんなもあのダボダボやからね、多分男性も着れると思う。可愛いですよ。ドラさん4周年だった。そう早くない？早い、うん、早いんかな。流行りますこれ。このポーズ流行ってるよな。流行ってる。もう、もう早速今日やってる人いたもん。公園のお見送りの時に。そう。流行ります。杉浦さんの食べてるとこ見た。見た？なんかさ、うん、そこだけやっぱなんか撮ってみてっていうのは覚えてる。そうなんか撮っ、そうなんか持っててサンドイッチかなんかを持っててなんかもう今から食べるから見ててってカメラもう写真撮ってみたいな言われてあのカメラ構えたの覚えとるんやけど、うん、食べとるところがどうしても思い出せん。やし全部データ消えてた。エミカのも消えてた、うん、写真撮ったけど全部消えてた。不思議ね。怖いね。世にも奇妙な話でそう。怖いね。昨日おきちゃんが長時間配信した。4周年やからってこと。あの野宿から4周年って来ました。おきからお、ジュエリー再生に行ったよって2日連続見れて嬉しかった。こちらこそ野宿から4周年だよ今日って連絡来た。先ほどありがとうございました。遊びに来ましたよ。お疲れ様。こんばんは。お疲れ様でした。髪型、そう今日初めてあの普通のなんそうハーフアットっていうのをしてみた。こんばんは。あの音大に通う女子大生。でもずっと連絡取っとるけどちょっと髪の毛をやってみました。ずっと取ってますよ。お疲れ様。いろいろありがとうございます。本当に楽しかった。嬉しい。野宿って何？一番嬉しいですかね。あのドラフトのこうあのなんていうの指名してもらった日に帰り大雪で帰りの便がなくて交通のね2人であるよね。ちょっとホテルとかも取ってなかったからそうちょっともう野宿しました。あのちょっとしんどい髪型にしたくなかったから野宿でリバー踊ってました。激寒の中いつから会ってない、ね、あの人すぐマイクとゆうかにゃん旅行へありがとう、えでもちょっと前に会ったんすよね。3割で嘘なんで3割ちょっと前って言っても1年杉浦さんちょいくらかな。消えてたんですよ。なんでかな。怖いね。怖いな怖いな。
楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとう。楽しかった。明日の YNA 楽しみ。そう、明日は YNA のに出ます。嬉しいけど、いっぱいもっといっぱい話したいね。一緒に嬉しいことだけど、渚さんとか、ね、ケイトとかね、もう一緒に。めちゃくちゃ行きたかった。仕事頑張りました。お疲れ様。見てください。お疲れ様です。いつもお仕事、みんながね、リップ変えた、変えてないよ。違く見えますか。私たちがね、もっと元気与えようと思えないもんね。よくも、ありがとう、今日も好きが溢れました。ありがとう、こちらこそ。最後お見送りで、何するやろな、名前呼んだの分かったかな。口パクになっちゃったけど、夜公演楽しかった、ありがとう、ありがとう。リンクレスお話し会どうでしたか、みんな。もち途中経過でしょ。公演終わりでお得飲みか、いいな。えちゃん、沖さん学年一つ上、二つ上かな。いいこと、かつれたん。そう、ちょうどねいつもそこにいるから。お疲れ様、ありがとう。一瞬舞台から目線外れたタイミングでやって割りおもろい。お話しか行くよって。ハート2時全部外れた。行きたかったから授業中。寂しい、悲しいけど、ね、授業ってことはね、学校があったのか。もうね、でも学校外れたらさ、行った方が絶対あれなんですか、完売してるってことですか。そう、そういうわけでもない。どういうこと。今日嬉しいことを聞きまして、外れたら私のファンの人は多分めちゃめちゃ喜んでくれることです。それはまだ。でもさ、なんかたまに外れたって報告あるのにさ、なんか完売ない時とかないですか。それってあれですか、支払い忘れてるとか、そういうあれ。キャンマチで入れて楽しかった。嬉しい。面白いけど、土線だね。どういうことですか、ね、支払いしてないってこと。土線やったね。初めてモバメ届かなって思ってるんですけど、どんなメール来ますか。どんなメールですか。自分以外のメール知らんからさ、自分なんていうの、なんか自分のしか知らんからさ、どんなって言われても。どんなですか、みんな。味方のモバメ、あ、支払いか。じゃみんなちゃんと支払いもちゃんとね、忘れずねしてくださいね。なるべく目合わさんようにしてた。悲しいよ。なんでよ、支払わないと。なんでそんなこと。頑張ろうって思える、素敵なメール。ミカナ好きってなるメール、メンバーで一番濃い、ね、マジ近かったから。近い、癖強い、勇気づけられる。長文で楽しい。デレデレでした、うん、落としにかかってましたもんね。人柄の良さが分かるって。あら、そう、楽しみにしててね。お値段以上実質ただ。SNS で言わない本音とか、うん、結構長め、最高なもん。距離感が近く感じれる。本当にね、アイコンタクト取るのが本当に好きで楽しいの。すごく良い。楽しかったっす、お魚のシャレです。だって今日の髪型も可愛い。ほっこりするメール、やっぱ伸びたら毎日頑張ろうって思える。人生を変えてくれる、人生変えた髪型のほうなってきたって感じそんな、ね、さん優しさが溢れてる。そのまま本当のミカニンが分かる。あったかい沼、時々見たことない表情の写メが送られてくる。ミカにはもっと好きになる。結構自虐的。そうだ、本当だ。もっと近くで見てほしい。宝くじ当たった。恋人ができた。会社の評価が上がったらしいよ。ミカの飲む飲みを取ると宝くじが当たって恋人ができて会社での評価が上がります。人生うまくいきます。私のメールを取るだけです。月400円で。月400円であなたの人生が変わります。お申し込みはこちらから。もうじゃあ打ち合いってこと。まあやって呼んでね。オッケー。リンクちゃん納めできたいから一生たった。いや、まあ、でも400円で納めるけど、あなたの人生変わります。納める側だけど一生亡霊だから、すべてうまくいきます。2月あんま休めなさそうだから今日が前の先週だから。人生変えたくないですか。そうなんだね。うわー、お仕事大変だ。そう、アレンジいっぱいできるから。今日のロンティはなんかよくわからん通販サイトで買った。たったの400円で人生変わります。取るしかないですね。なんかでゆうちゃんにリンクしてて、ね、パーパスやったかな。そう、見てなではないです。見てのはちょっとそこでいつも友達のミカナの友達の中で一番頭のおかしい人。ちょっとヤバい人なんですけど、見てなと一緒にしないでください。ちょっと見てなはちょっと距離置きたいと思ってて、あ、言っちゃダメですよ。さすが、さすが石田さんです。リンクガミしてました。お。してくれた。まあ適当です。
何かにポーズしてる。じゃあちょっとランキングを見ますね。いじるときはとことんいじるもんね。うん、2列目かけてフルスロークで無事に打ち抜かれましたね、うん、本当だよ。13位まひろさん、12位トップティーのおしょうさん、お疲れ様でした、ありがとう。11位ゴンちゃん、10位しき長尾さん、9位元気さん、8位山ちゃん、7位シャドウさん、6位エレンちゃん、5位マリーさん、4位カミュさん、3位カズノブ、2位松岡ハッシュタグよくわからんって言うシュンヤさん、1位ひさこさん、めっちゃ言いますね、ありがとうみんな。本当になんかよくわからん、ギフトもいっぱいね、ありがとうね。よくわかってないの、よくわからん通販サイトで買うな、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとうございます。カラオケ配信な、時間あるときだな。2階公園ウィンクで千葉やった、可愛いからポニテ見て、コンタクトとで目が細くなっちゃうレイジ、いやもう嬉しくなっちゃうのよ、うん、本当にスクショして幽霊部屋で永遠にやりやすい、釣ってください。エコマスク見えてた、見えてた初ウィンクでした。後ろの方からでもレイコの表情がすごかった、嬉しい。初ウィンク、ウィンク納めかな、ウィンクで始まりウィンクで終わる、最高じゃん。約束通り昼両方入ることができました、本当に。はい、よし、ゲマとスイッチマジですかお、どんちゃんマジっすか、ありがとうございます。ありがとう。まだ知り合いとかのね、まだ怒られちゃうから、ね、やってないっていう方チヒさんとわちゃわちゃしていたらね、ちょっと端末奪ってアプリインストールして投票しといてください。よくわかんない通販、すいません、お願いします。そう、ちゃんとしてるので、私通販で失敗したこと全然なくて、よくわからんところで。ありがとうございます。マネルコさんってやっぱり天才ですよ、好き。インスタライブして票数増えた、あ、マジですか。してくれたんかな、インスタライブって嬉しいで、ね、なのこちゃんわからん人とかもしてくれたんかな。レイチン先週役公演ナナも、ね、嬉しいね。ナナホは多分来ないと思うね。じゃあ来ない、なんかナナホありがとうございました。本当かどうかわかんないけど、ま、次あの劇場に来る時は、ま、レイコの卒業公演の時に、ま、ナングラツイートせなな言ってたから忘れそうなとこでしたわ。またね、バイバイ。昨日からレイコ